12ラウンドの世界戦8オンスのグローブです。さあ武漢客の大田区総合体育館、井岡の3度目の防衛戦、両者がっちりと左手グローブを合わせました。残り3分間です。まず先手はチャンピオン井岡のジャブ3つでした。少し動きが止まってきたチャレンジャーのロドリゲス、左ジャブ相打ち、チャレンジャー、ね、出ないと厳しいんじゃないかと僕は見てますけども、チャレンジする側のロドリゲス、はい、多分もうどうですかね、まあ、チャレンジャー陣営はポイントをどう考えているかね、ちょっと分かんないですね。そうですね、はい、うん、チャレンジャーがポイントを取っていると見て大きなパンチをもらえないようにという形かもしれませんし、途中の採点の公開はありません。ですからどちらもどのくらいの得点差かは分かりません。ボディ、うん、ボディ、ね、聞いたかも、ボディ聞いたかもしれない、ボディ聞いたね。よく追い込め、このカウンター気をつけて、右ストレート、ボディ、チャンピオンボディうまかったですね今の。ああ気をつけて、井岡の最強、おお、ナイスカウンター、おい怖い、ナイス、ショートアッパー井岡が2つ、あ激しく打ち合う、頭をつけて打ち合います。押し返したのは井岡、パンチを出すチャレンジャー、イケイケという陣営、厳しいと思うですよ、チャレンジャーの方が。その中で残り1分20秒、ビニーマーチンが両者を分けました。鼻からかなり出血、チャレンジャー井岡は出血はほとんどありません。激しく打ち抜けるチャレンジャーロドリゲス、井岡もこの王座防衛すれば先が開けて、ただ出てくるチャレンジャー、チャレンジャーでも馬力ありますね。ですね、はい、押し込む馬力同じ 52.1 ですが、怖い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 、井岡もしっかり当てて、いやすごいですね手数、いやお互いすごいです、12ラウンドですよ、疲れてるはずなんですよ。これが最後の12ラウンド目、残り30秒になりました。チャンピオン井岡3度目の防衛か、チャレンジャーロドリゲスミニマム級から飛び越えてこのスーパーフライ級で2階級制覇なるか。出続けるのはチャレンジャー、血まみれのチャレンジャー、足がもつれた、残り10秒です。ここで12ラウンド終了のゴングです。